そうだっけ？覚えてないや。うん、元気だよ。あれ、元気かな？元気だよ。そうだな。あれ、何の話してたっけ？あれ、何の話してたっけ？ソフィアチャンネル。次来るわよ。わかってる。結界は私がやるわ。無双封印。さあ、これで気絶してなさい。はあ。な、どうなってんのよ。ゆかり、エネルギーが流されている。霊力や妖力じゃ無理か。なら、霊夢、物理的なダメージを与えてみるしかないわ。あいつに弾幕は通用しない。私が不向きな相手じゃないの。やばくなったら結界は頼んだわよ。おやあ。うわあ。霊夢、くそ、接近戦も無理か。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。もう二度としません。だから許して。記憶の暴走。そうよ、あれに触れると記憶がめちゃくちゃになる。でも、なんで急にそんな。おそらく鬼丸の能力によるもの。しかし一度は封印したはず。封印が解けた理由はわからないけど、とりあえず結界を維持することを第一に優先よ。わかったわ。まずい、誰かが結界を破壊してる。私が行くわ。あなたたちはここにいなさい。お姉さま、私も行くわ。最悪、デミフラにさえなっちゃえば。ダメよ。どうして？もし私たちの記憶が汚染された状態でデミフラになってしまった場合、みんなを殺めるデミフラになりかねない。今現在デミフラを止める術はないのよ。もし結界が破壊されたら、あなたたちは自身にだけ結界を張り、自身が収まるまで身を隠していなさい。わかったわ。いい子ね。お姉様、レミリアの判断は正しい。よく我慢できたな。お姉様の邪魔はできないからね。力はいつでも貸せる。必要になったら呼べ。お願いするわ。フラン、誰と話してるの？あ、ごめん、独り言。そう、私の魔力が弱まったら力を貸してちょうだい。オッケー。大丈夫でしょうか、お嬢様。レミなら、きっと大丈夫。私たちは私たちで、やれるだけのことを精一杯やりましょう。はい。まさか牙をこっちに向ける日が来るなんて思わなかったわ。メイリン。私は、お前を許さない。殺す。ふふふ、どうやら別の世界では、私たちは仲が悪いみたいね。いいわよ、かかってきなさい。結界から離れておくか。あんな子、うちにいたっけ。まあいいわ。それ
よりもこっちよ。背後からドガッとやってやるわ。この剣かしら。あれ、あ、先ほどはどうも。風魔陣。全員引き中国剣豪最終究極王に死ね、まずい死ね、ファイナルセブン。ガハグ、あんな技隠し持っていたのか。私も本気出してやるわ。覚悟しなさい。バーチャル世界での特訓。そうそう、前に銃撃戦みたいのしただろ。あれと同じでコンピューターと実戦で戦えるんだ。てかなんでマリサがそれを知ってんのよ。スマホ直してもらいに来た時にな。あの鬼神をここで修行したって話だぜ。へぇ、そんなにすごいの、そのバーチャルって。ニトリー、詳しく説明頼むんだぜ。はぁ、久々に来たと思ったらこれかい。まあマリサがさっき言ったようにバーチャルで実戦ができる。対戦相手はコンピューターに入ってるデータならいつでも戦えるし、難易度も自由に変えることが可能だ。どうやったら戻れるのよ。相手を倒すか負けるか、または戻りたいと言えばいつでも戻れるよ。ただ気をつけてほしいのは、あまり死にすぎると精神的なダメージは残るから、それだけは気をつけてくれ。面白そうじゃない？私たちもやりましょうよ。そうだな。まあ一応始める前に霊夢たちも誘ってくるぜ。みんなで強くなった方が今後異変なんて楽勝だろうからな。それじゃあ私は先に始めてるわね。ミネちゃんも頑張ってるみたいだし。それじゃあ連れてくるから、ニトリ、アリスとミネを頼んだぜ。勝手だなぁ。もうこう見えて私も忙しいんだからね。はぁ、じゃあアリスさん、廊下に出て適当に部屋に入ってくれ。はい。もしなかったが、もっと注意深く見ておくべきだったか。いろいろデータを採集する機械を飛ばしていたが、まさかこんなデータがあったとはね。正式名称、ミネルヴァ、ルベロ、アテナ。人の思いや願いを実現させる程度の能力。タイレミフラ用に実験したカオス計画の時もそう。女神ソフィアとの融合。そして N800 に心を持たせた張本人。オメガ計画も順調だ。とりあえずどこまでの成長を遂げるか様子を見よう。なんだ、緊急事態発生、緊急事態発生、速やかに避難してください。異変か、とりあえずカメラを確認だ。速やかに避難して、緊急事態発生、緊急事態発生。ニトリ、どうしたの。速やかに避難してください。各地で戦いが起きてる。緊急事態発生、気温する暇の与えない気なのこの世界は。緊急事態発生、緊急事態発生、速やかに避難してください。は、新聞記者って仕事は辛いわね。全く目的地にするような出来事が。うん、何あれ。もしかして未確認飛行物体かも。この社名マルアや、正体を確認します。ぐぬぬ。うまくピントが合わないわね。あ、あれは。は？キメイマル。何してるのよ。早く止めなきゃ。これは、喜ぶべきか。こんなものか。さてと、楽しみましょうか。なるほどね。戦闘で得た知識を記憶によって手に入れ、自らの能力を解放させたか。スキルは上がっても所詮は人間、身体的な力は変わらないだろうけどね。さあ、それはどうでしょうね。私は人であり、そしてまずだからね。
ちょっと、キメイマル、あんた何やってんのよ。声をかけても無駄よ。あ、ゆかりさん。今の彼は無意識に行動している。彼自身が意識を取り戻さない限り、止める方法はないわ。キメイマルは、一体どうなってるんですか？あの得体の知れないものに感じ取れるのは、あらゆる人物の記憶の集合体。おそらく記憶を操る能力に目覚めたとしか。そんな。まずい、もう拘束が解けたか。あなたは早く逃げなさい。キメイマル。くそ。最悪ね。これで終わりよ。どうするんですか？ちょっと待って、今考えてるから。でも、もう時間が。ちょっと借りるだけだって。あ、ごめん。